マンデビルとウェンロックウェンロックとマンデビルは、それぞれ2012年ロンドンオリンピックと2012年ロンドンパラリンピックの公式マスコットキャラクターである、ロンドンタクシー、ウェストミンスター宮殿の時計塔、ビッグ、ベンやバッキンガム宮殿の衛兵などをモチーフとしたご当地バージョンも多数展開された。また、短編アニメ4部作も作られた。なお、 ボルフ・オリンス社によるオリンピックのロゴを含め一部の批評家からはオリンピックのデザインシンボルについて国評されており目が一つしかないキャラクターは差別につながるという意見もあるどちらもアイリス・ネーション社のグラントハンターによるデザインで2010年5月19日に発表された機体付近にはロンドンタクシーのランプを思わせるオレンジ色の小さなものがありそれぞれ W M の一文字が書かれている。また、目はカメラになっており、感動的なシーンを収めることが可能となっている。この二体の五輪スタジアムの建設に携わっていた老人が、定年後、スタジアムに使われた最後の鉄骨の雫で、孫のために作った人形が、虹の光を受けて生命が吹き込まれたという設定は、児童作家、マイケル・モーパー後の考案という、名称の由来は、 シュロップシャーの地名マッチウェンロック。両腕にはフレンドシップバンドという五輪カラーのブレスレットをはめている。名称の由来はアリスバーリーにある病院ストークマンデビルホスピタルから来ている。頭部はロードレース用ヘルメットのような流線型をしており、右腕にはピンク色のタイマー付き腕時計をしている。ありがとうございます。